宗方姉妹は1950年8月8日公開の小津安二郎監督による日本映画1961年にドラマ化もされた。京都の寺を曲がりする宗型忠隆が娘のマリコに東京での生活を聞いているとパリ帰りの田代がやってきた。忠隆は妹マリコの面倒を見たり失業中の夫、三村良介を抱えて バーで働いている節子の身の上を案じていた。マリコが、なぜ田代と結婚しなかったのかと節子に聞くと、自分の気持ちに気づくのが遅かったと答える。良介は節子に離婚話を持ちかけ、抗議する彼女を殴ったが、発作で倒れなくなった。節子は、田代に、夫の死を背負ったままでは再婚できないと、打ち明けるのだった。1950年8月8日公開。 当時の新東宝が力を入れていた文芸対策路線の一作である。監督には小竹から小津安二郎が招かれ、小津にとっては初めて小竹を離れて制作した映画となった。ストーリーはおさらぎ次郎の同名小説を原作とし、飲酒に囚われて生きる姉と奔放ない妹を対比させながら変わりゆく過程の姿を描いている。本作を原作とするテレビドラマが 1961年10月13日に TBS 系列の近鉄金曜劇場で放送された。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から201180ページ。ありがとうございます。